さあ、ではい。次でございます。はい。次は、タマ様。僕からいきますか。これはですね、ちょっと北海道のね、札幌にちなんだ話を持ってこようと思ってまして、某地下鉄のね、駅の話なんですけど、今、札幌の地下鉄って、まあ、こういうああ、柵ガードががね、できてるね。柵ができましたね。自動でこう、開閉する。それができる前の話で、なんかその、まあ、駅の名前はね、まあ、ちょっと言わないですけど、とある駅で、3人目の人がね、帰りに、こう、終電かなんかで待ってたんですね。で、なんか、親子連れがいて、で、子供が、たたたっと走ってたんです、ホームの方に。で、そんなに走ったら危ないよ、っつって、パーって、お母さんがね、追いかけて、手をつないで、で、捕まえて、手をつないで、その男のサラリーマンさんと目があったんですね。そしたら、ふってこう、ちょっと微笑んで、こう、軽く会釈をして、その二人でポンってホームに降りちゃったんです。で、あ、やばいと思って、そのサラリーマンさん焦るじゃないですか。焦って、なんかその非常ブレーキみたいな、なんかそういう非常ボタンみたいなのあるじゃないですか。知らせるやつ。あれを押そうかなって思って、わーって言ったけど、でもそれが間に合うような感じじゃないぐらい、もうすぐ地層までこう地下鉄が来てて、やばい、これもう自分が飛び込んで助けるしかないって思った時に、後ろから駅員さんがガッてこう、羽交い締めにして、やめなさいって、大丈夫、行かなくていいみたいな。ガッてこう、掴まれて、わーってなって、あ、今目の前で自分の、目の前で人が死んじゃったみたいな、思ったんですね。わーってやっちゃったって思ったんですけど、いや、僕も最初見た時はそう思ったんですよって。でもあれは人じゃないんで、駅員さんの話で。で、なんか、ああやって、なんか多分、こう、なんか、ね、飛び降りた時に、なんかその未練があって、そうやって人を誘っていったんじゃないんですかね、みたいな話を駅員さんがしていて。で、後日、その助けられたサラリーマンさんは、なんかその、いや、なんかあの時、ね、助けられたから、で、こう、お礼をしに行ったんですね。そしたら実はその方も何年か前に死んでいる。だから、こう、誘った霊と止めた霊っていう、言うわけですね。二人見たっていう、同時に。同時に。っていう駅が札幌の地下鉄にあります。まあ、地下鉄の話はね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、逸話結構ありますよね。某最終駅とかも、なんか昔から結構有名なね、話が、なんか乗ってて、最終電車乗ってて、ふって、なんか前に誰か座ったなと思って、ふって見たら首がない人だったとか、そういう話も、まあ、地下鉄駅はね、いろいろそういう話が多いんで、多いですね。まあ、これはちょっと、どっちかっていうとこう、まあ、それも怪談に近い都市伝説ですね。見えなくね。それもそう。大丈そんなこ夫とないよ。今日はいっぱいいるね。人が。地下鉄怖。怖いっすか。僕のところの家の近くの地下鉄って最終じゃないですか。あとはもう、駅舎みたいな、閉まるとこ、本当は入れないとことか、いうのあるから、なんかそういうのありそうだな。あそこは、まあ、あそこの手前の方が僕はちょっと、ああっていうところはありますけどね。若干。まあ、そういうとこもあるんで。と、僕は思います。まあまあ、1話目なんで、こんな感じでは次僕でしょうか。僕はですね、正直言って、都市伝説っていうのはそんなに僕知らないんで、今回に関してはちょっと僕がネットで調べたのを、言おうかなと。発表しようかなと思っております。ですね。で、僕が選んだのは、身近なところで、鏡にまつわる、まあちょっと怖い、都市伝説でございます。まあ、鏡って、まあね、身近にいっぱいあるとは思うんですが、鏡でやっちゃいけないよっていう、一番代表例で何だと思いますか？合わせ鏡。そうですね。合わせ鏡は不吉だよってよく言うじゃないですか。13日金曜日に合わせ鏡。そんなのあるんですか？